どうして私は黄色い線の内側にいるの？黄色い線の内側、死にたい。誰の当てつけ？壊れた電光掲示板は何も教えてくれない。あなたは光、二度と見えないように潰した目、眩しいあなたが光を奪った。落とした心は踏まれて散らばったはずなのに、どうしてこの感情は、どうしてこの感覚は、ただの残像をここにないのに。私を許してはくれない、君はもういらないんだ。そうね、私も私がいらないわ。残り画のような光の記憶、きっと私もあなたがいらないわ。私はまだ黄色い線の内側にいるの。ヘラヘラ笑ってのうのうと生き続けるお前らへの手つけだよ。わかったなら死を選ぼう、死を選ぼう。私にお似合いの死を選ぼう。渡さない、私の権利はまだ黄色い線の内側にあるはず。